おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月25日相場解説に入るんですけども、 FX のことをね、まず一からちょっと考えてみてほしいなと思います。いろんな切り口があるんですけども、 FX って買うか売るかの2択なんですよね。もちろん何もしないってことを考えると3択になりますけども、基本的には買って儲けるのか売って儲けるのかになります。つまりは超か半かなんですよね。買いにかけるのか売りにかけるのかっていう言い方もできます。何も学ばなければ勝負は五分五分の超反博打なんですよ。まさにギャンブルなんです。そのギャンブルをどうやってね、投資のレベルまで持っていくかっていうのは、これは技術、これを手に入れるしかありません。技術っていうのは知識なんですよ。そして知識をどう使っていくかというスキル、これを組み合わせてギャンブルをどん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 投資の領域に持っていくんですね。で、投資の領域に行くと、もうここは科学ですから、確率論とか統計ですから、高い確率で勝利を手にすることができる。高い確率でお金を増やすことができるということになります。でも残念ながら、学ばない人っていうのは、ギャンブルの域を出ないんですよ。だからずーっと五分五分なんですよね。五分五分ってことは、2分の1の可能性でずーっと資金をなくしていくってことなんで、いつかなくなっちゃうんですよ。そうなると、ギャンブルってのは、バイバイゲーム。負ければ負けるほど、取り戻そうと思って、賭け金が大きくなっていくってことになります。ここも、ギャンブルと投資、全く発想が逆になってくるんですよね。投資ってのはリスクヘッジなんですよ。ということは、投資になればなるほど、いわゆるね、ベットする金額ってのは、全体の資金量から比べて減ってくるんですよ、実は。さあ、じゃあね、私が一番最初に、FX を始めたとき、どんな金額入れたかっていうと、お金もないのに何万円とか、時には10万円とかっていうのを入れるんですよ。お金もないのにですよ。今はしっかりお金があります。でも1回のエントリーで入れる金額は数万から数十万ってことはありません。お金はしっかりあるのに、1回のベットでマックスで1万円ぐらいですね。で、大体それよりも少ない金額なんですよ。こういう風になってくるんですよ。だから全く逆でしょ。全体の資金量が少ない時にエントリーする資金量ってのは割合としては大きいところから、だんだんギャンブルから投資になっていくに従って、資金が潤沢だけども、でもベットする金額は少なくなる。つまりリスクエッジされてるんですよ。投資に入れる金額が全くなくなっても全体の資金にはあまり影響がないようにしています。具体的に言うと、全資金の 1% をマックスとして私は FX でベットしてるわけなんですよね。全資金量の 1% ですよ。だから FX の口座に100万入れるとして、1ベットが1万円なんですよ。で、今 FX の口座には50万円に落としましたんで、じゃあ1回のエントリーっていうのは5000円ぐらいになってきますよね。つまりは勝ち切るためにはだんだんリスクを減らしていくってことになるんですよ。でも最初は行っても失うものがないですから、割とですね、ギャンブルチックな書き方でお金を増やしていくってことになっちゃうんですよね。でもこれ最初からギャンブルじゃなくて、最初から投資のようにね、全体の資金量からリスクエッジを考えた金額にできないでしょうか。いや、私はそうするべきだと思うんですよ。だから 0.01 とかね、 0.1 の10円ベッドとか100円ベッドをお勧めしています。そうなると、たった1万円しか資金がなくても1000回とか100回とかエントリーできるでしょ。さすがにね、数百回やるとスキルは上がりますから、そうなると負けにくくなって、資金が1万円入れた資金がなくならないってことになります。逆に増えていきますんでね、2万とか3万とか安定的に確率としてね、増えていけるようになったら、あとは資金を増やすのはそこから自由ですから、そこからもう精神力の勝負になってきます。はい、じゃあここまでをまとめます。まずは知識を手に入れましょう。その次は経験する、その知識の使い方を学んでいきます。で、最後は精神力です。ベットする金額を大きくした時に本当にブレずにいけるだろうか。資金が少ない時、リスクヘッジの非常に小さい時と同じような精神力でやっていけるだろうか。例えて言えば、15センチ上の平均台を歩くときに転んで落ちても怪我はしませんよね。でも15センチじゃなくて、これが150メートルだったら致命傷です。でもやってることってのは、15センチ上の平均台でも150メートル上の平均台でも一緒なんですよ。同じ精神力で持っていけますかってことが、まさに FX も言えるんですよね。はい、ちょっとご託が長くなりましたけども、今日の講義はこの辺でですね、メンタルチェックをしていただいて、いつものように相場解説に移っていこうかと思います。こちらです。はい、まず日足をご覧いただきましたけども、行動の下界点といいますか、ここで頂点をつけた後ずっと落ちていきました。
上がるかなと思ったんですけども横ばいにならずにさらに下がっていきました。この後どういう動きをするかってことなんですが、このまま見ていけばね、ここまで落ちる可能性は十分あるよと。その前にここで拮抗しているポイントもあるから、ここでね横ばいになる可能性もあるわけなんですよ。それを見ていきましょう。横ばいになったとしてもこの後横ばいからブレイクして下に行く、もしくは上に行くしかないわけですから。ただ横ばいに入っていただくと上に行くのか下に行くのかを決める時間が与えられますんで、今日はその時間に使っていきましょうってことになります。じゃあ4時間ですね。今日エントリーできればね本当にいいんですけどね。はい、じゃあ以前の力点がここにありまして、今回の力点ここだということで113円の600をベンチマークしましたよね。これは取りもなさず、前回リスクリワードで、エントリーした時にちょうどですね114の235でエントリーした時にロスカットラインを背中にして、じゃあ113円の600まで長くセルで儲けていきましょうっていうのがストライクしたところだったと思います。で、多くの方って言ったらちょっと語弊がありますけども、投資の中級者以上の上級者の方がね、同じように私と同じように作戦立てていたんで、600円前後でみんな利確したんですよ。利確したからここでヒゲを出してですね、とどまってるんですよね。これが私は手に取るようにわかります。同じように、私と同じように勝ち切った人がたくさんいたからこうなってるんだろうなと。逆に、エントリーはしたんだけども、タイミングを間違えてロスカットに遭っちゃった方も、このヒゲとかね、陽線に含まれてると思いますよ。誰かの損切りは誰かの利確ですからね。誰かの損切りは誰かの利確。で、今回私は損切りの方じゃなくて利確の方に行きましたよっていうことですね。なぜなら戦略が114の235、チャートバーがここにいる時に私はもうここがこれが見えていたからですよね。で、皆さんにもそれをお見せしたわけなんですよ。だから何も考えずに私に相乗りした方も勝てたかもしれませんけども、それでは、ね、意味がないんですよ。私がいなくても、この相場解説がなくても勝てるようになっていただきたいんでね。じゃあ1時間見ていきましょう。1時間ではどういう風になっているかってことですけども、もう横ばいですよね。これね、横ばいです。このポイント、このポイント、このポイントを横に結んで、やっぱり113600が何回も出てきますね。だから仮定はここにしておきましょう。で、上定なんですけども、上の方はね、まあここですね。こことヒゲ先、ヒゲ先ということで113円の980、ここを持っていきましょう。この間でのレンジを今回作ったということにしておきましょうかね。じゃあ今日25日、レンジ、113の980から113の600、非常に小さいレンジなんで、レンジ内で儲ける、アップダウンで儲けることはちょっとできませんけども、でもブレイク狙いにはなかなかいい金額なんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ不透明でこういうふうにしていきましょうか。はい、じゃあね、サムネイルもできましたんで、ついでに、この幅で今後見ていこうかと思います。ここを破ればバイで入るし、ここを破ればセルで入る、まあ、そんな火曜日、水曜日、木曜日にしたいと思います。今回の解説は以上です。ちょっと長くなりましたけども、前半で申し上げたことを忘れないでくださいね。それじゃあ、いってらっしゃい。